はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。スーパーマリオブラザーズ U ちょっとマイクの位置を調整したんですけど大丈夫でしょうか。で、残機がね4になっちゃったんで、なんかとりあえず収録前に増やそうかなみたいな感じで起動したんですけど、ヨッシーを背負っていることを忘れていたのでそのまま収録しますなのでコンパート、もしかすると、いやー、もしかするとですよ、もしかするとなんですけどね、残機が0になっちゃってゲームオーバーを皆さんにお届けする可能性が十二分にあるんですけど、やっていきましょうか。ペンタローがいっぱい雪の地、さあ強いのペンタロー、待ってよし、ファー、何ファーファーファー、あー、なんだあいつ、通り過ぎていった。アイスの方がいいかな、アイスいただいていきましょうか。ファー、これ何、何ができるの、この泡、あー、ぶねー、へーこの泡だけで敵をやってしまうことができると、すごいね。で、ピタッてキャッチして、じゃあ、ちょっと待って、操作が、ヨッシーを持って、とりあえず残機は5になった、5になって、で、ペンタローに関しては泡でやれるのは分かってるんで、え、何、今なんかちょいジャンプした。おおほほほほほほ、ペンタロウ多すぎ、ちょっと待って、どうしたらいいの、そこ打つ、うわ、コインに変わる、強い、グロくないっすか完全にだって殺害してますもんね。で、まあとりあえずスターコインいただいて、これヨッシーがいなければ結構取るの苦労したんやろなっていう感じはするんですけど、ありがたくいただいて、で、このハテナ何、まあどうせペンタローで食らうやろみたいなそういう配慮をいただいていたんですけど、ほどんぐりに変わって、どんぐりにも変わるのか、どうしようかな、いただいとく、あ、転がっていった、じゃあいいや。で、ヨッシーを持った状態だとヒップドロップできないので、あぶねー、壊れるじゃん、そこヒップドロップする勇気ないんですけど、さすがに死なないよね、ですよねいやー、なんか即死ギミックやったらどうしようっていう不安しかなかったんですけど、なんとか耐えて、で、ペンタローは降臨できるけど、そのまま滑っていきましたね。ふっ、うわー、数多い、あ、ヨッシーで全部食える、すげえいいね、じゃあもう最悪泡出さなくてもヨッシーを向ければパクンってしてくれるんで、なんかもう若干無敵になった気になってるんですけど、いけ、うっ、バイバイ、さよなら。で、5連打していったけど、うっ、そこ中間いただきましょうか、ありがとう。で、ところどころペンタローの出口があって、ふっ、そこちょうどひっつく場所なんですね。で、食べる、おいしい、で、赤コインになる、はっ、待って、はぁ行ってしまったというか、時間が間に合わなかった。ただ、これ、思ったんですけど、ああ、もうワンナップしましたよ。ペンタローがどんどんとコインに変わっていくので、このヨッシー強すぎませんか？今まで見てきたヨッシー史上で最強な気がするんですけど、さあ、泡もう連打ですよで、泡踏めるちょっと待って、ポカポカして泡帰る、で、踏めるで、入りたい、よし、うん、よしじゃない、全然よしじゃない。でも上のやつどうする、わかんないけど、これ叩くと何かいいことが、あ、時間制限がない、ただそこ気になる。まあ、なんか泡とか駆使すればペンタローいなくなった、ペンタローじゃない、ヨッシーを失ってしまった。で、中間から始まると、いや、でも中間取ってるよね、ならばいけるはず、信じて、いやー、でもヨッシーなしきつ
まあ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 、まあ、落ち着いて落ち着いて、下は大丈夫下は大丈夫で、ここ叩くとキノコが出てくる。ペンタローとタイミングが被ったか、普通に滑り落ちた。あら、いやどうしよっかな。でもキノコは取りたい、キノコは取りたいけど、ちょっとどんぐり使っちゃいましょうか。残機がね今非常にやばいので、であそこツルツルの状態でペンタローを気にしながらキノコを取るというのはなかなか初心者には難しいのではみたいなところがあるので、一旦ここ待って、でムササビ、まあまあまあ氷変えて、あ、いや届かない、あー、まあどっちにしろタイミング間に合わなかったので見なかったことにしましょうか。でペンタローが来て、そう凍らしても耐えれないので、耐えれないというか彼らの動き止まんないので後ろついていくしかないよね。でそれペンタローの上に乗るとかってダメやったんかな、まあ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 、でペンタローポコってする。でここで確か、うん、フラワーがいただけますよと。でちょっと待って、ある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 、よーしよ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 し、これさえいただければもうこっちのものみたいなところがあるんで、あとはゴール目指せばいいですか。走り抜けて走り抜けて、いいのいいの、コイン全然取れてないが、ジャンプする、あるあるある、あーちょっと待って、やばい予感しかしない。これはグーゴール目指しましょうか。今ちょっと取るか悩んだんですけど、チビの状態で無理をして残機を失うならばまずはゴールとそこをちょっと優先させていただきました。で次のステージがブンブンと、ちょっとワールド1行ってきます、ヨッシー連れて。やばい稼ぎを見つけてしまった。あー待って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 、ヨッシーを捕まえてワンナップが出るんですよたまになんでうおーってしてればこんな感じでなんか残機が上がってしまうっていう、なんかとんでもないポイントを見つけてしまいまして今の空間をね、なんかここ入るじゃないですか、入ってでもう片方の土管から出てくると敵が復活してるんですよ。なのでまたうおーってしてればあの残機がねもりもりと上がっていってるんで、ちょっとこれでなんか気が済むまで残機増やしたらどんどんステージまた楽しんでいきましょうかさあ驚くなかれ残機89一生ヨッシーと一緒に泡吐いて残機増やしてたんですけど、30分ぐらいねなんか楽しくてついついやっちゃって、気づいたら残機が89になってましたみたいなところがあるんで、さあこのたくさん手に入れた残機でどんどんね攻略ゲーム楽しんでいければなと思いますので、引き続きやっていきましょうか。雨あられつららだらけの通りでやっていきましょう。でかつあーここはあれか、ヨッシーとは一旦お別れしてっていうところなんですけど、これムササビよりも氷の方がいいかな。まあ氷が出てくるので氷に変えたんですけど、これ降ってくる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 、危ない、なんとか、あー危ない、ひひ待って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 、セーフで、こっちも大きいやつが降ってくる、なるほどね。で、そこを足場にして登っていきましょうよと。結構滑る結構滑る、ただでさえルイージのルイージってやっぱあれなんですかね、マリオよりも滑りやすいんですかね、ちょっとその辺検証とか特にしてないんで何ともなんですけど、なんかルイージってすごく滑りやすいイメージがあるので、かわいそう、潰されて、でどこ、真ん中真ん中、今度つららが降ってくる。さあつららに気をつけながらね、ここ来るでしょ、危なー、はははは、セーフで、カロンがいて、そこの足場が傾いて、大きいやつもう一個来んの、連続は効いてない連続は効いてない、でカロン踏んでしまう。で、待ってれば足場が降りてくるので足場伝って、でそこにまたつららが見えるので、うっ
待って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 、あるよね、なんかありますよね。ちょっと待って、それ無理して取るものではなかったんではみたいな感じがするんですけど、上がれなくなった。ちょっと待って、あ、壁キックでいけ、あれ、うん、あ、普通に高いところでいけばいいのか。で、これ何、この知らないブロック、うお、耐えた、強いね、いいなで、なんかすごいそこにコインが溜まってるんですけど、あー、ムササビがあれば気持ちよく取れますよと。うっ、ただまあ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 、今はそれよりも命がねちょっと惜しいところではあるので、さあここで待って、まあ、どっちにしろムササビないのでそこで取ってしまうっていうのは難しいところではあるんですけど、スララ待って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 、セーフで、上に登って中間一息と、よーしよ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 し、ここで大きくなるのは一気に安心感が出てくるが、あー、カロンがどんどん相乗りしてくると、そういうわけですか、なんで気をつけていきましょうよと、みたいなんで潰していこう潰していこう、よし、でこことかも、うっ、コインは上に乗ってこないと、で、つららが降ってくるので気をつけて、そろそろなんか真ん中来るんじゃない、来ますよね、ありますあります、で、カロンを潰しておきたい潰しておきたい、よし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 、タイミングで潰れてしまう、で、右にスターコインがあるので先に取ってしまう、あぶねーなんとかセーフ、そうかそうか、氷を投げるでも一応あのコインは取れたかなっていう感じがするんで、今完全に無駄に命を張ったところではあったんですけど、まあ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 、と取れりゃよかろうみたいなねあのそれぐらいのちょっとご利用し感が若干出てきてしまってるのではという説が僕の中であるんですけど、ただ残機も失うことがなく、で、かつちゃんとね、アイスのドドドドそんな今完全に取らなくていいボックスを叩きに行って欲張ってそのまま死にましたみたいな、そういう感じがあるんですけど、さあもう一丁入っていきましょうか。とはいえ中間は取ってある、たださっきの無理して取ったコインはなくなってしまったので、さあどのタイミングで取りに行こうかなという感じではあるんですけど、で、かつカロンを倒す術がないんですよね、なのでまあ大事に行きましょうか、大事に行きましょうか、で、そこで踏んどくと潰れる潰れる、あ、潰れますね、よし、で、どうしよう、この辺で潰しとく、で、そっち右のカロンも潰れる、 OK で、つららが降ってくる、つららで潰れるのかわいそう、そこ潰れなさい、潰れないです、潰れないです、で、うっ、待って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 、まずはコインで、この後ね、キノコがいただけるポイントがあるので、ここでキノコいただいてちょっと安全を確保、うっ、単純にただただジャンプしようとしただけなのに失敗したが、うー、カロンがどんどん潰れて、で、そこで死んでしまったが今は大丈夫、とりあえず叩いて、キノコ美味しいです知って、で、こっちはコイン、コイン、ただのコイン、カロンの数多すぎませんか、ちょっと待って、パワー OK、 パワーして、で、コインめっちゃ降ってくる、コインめっちゃ降ってきて、で、ピタッとたどり着きますよと、ほう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 、こっからじゃあボス入っていきましょうか、ブンブン行くぜ、で、なんか気づいたら残機が増えてるんですけどあのワンアップする必要なかったのではみたいな感じが若干、いやー泣きにしろあらずですけど、まあせっかくねヨッシー捕まえて、なんかワンアップのあの作業も楽しかったんでまあそういう楽しみをね見つけながらも攻略して、うっ、待って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 、ツイストして、で、起き上がる、うへーマジか、さあ今度は氷をまとってまあ完全に防御手段ではあるんですけど、氷をまとって、さあブンブン、よし行くぜ、うおー、効かない、効かない、効かないよね、効かないよね、ただ踏んでしまう、起きる、踏んでしまう、起きる、踏んでしまう、OK
まあ最初からこうすればよかったのではというところではあるんですけど、まあ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 、まあ、なんとかね置き攻めでブンブン攻略して、でかつ大きい状態でまあクリアできたんで、次もね即死することはなくステージ迎えられるのではないかというところではあるんですけど、さあお次はなんだ、うん、なんおおお一方さなから、もやが増えた。なんかすげえ濃い霧というか雲がすごいけど、大丈夫なのあれ、呼吸できないんじゃない。でセーブしました。して、で次がパンパン弾けるイガクリボー。なんかトゲトゲしてて踏めないとかそんな感じなのかな。まあちょっとやっていってみましょうか。さあそれではフローズン第一ステージ3、パンパン弾けるイガクリボーの雪原やっていきましょうか。とはいえね、こちらにはヨッシーがいますので、踏めなかろうがなんだろうが食べてしまえばどうということはありませんよ。よーし。でうーファイヤー吹いてくる。でファイヤーは泡に変えることはできないと。ならばちょっと安全に行かなければというところではあるんですけど、ファイヤーフラワー美味しい。でコインいただいて、へーへーへー、何あいつ、ちょっと待って、これ何、うっ、イガクリボー、しかもヨッシーで食べれないよね。食べれない。待ってピヨンって行ってしまう。じゃあ避けるしかないので避けましょう。いやー完全になんか頼りにしてたヨッシーでは何ともならないことが判明して絶望しかないんですけど、ちょっと待って、ふえ、待ってヨッシーちゃん、ヨッシー、ふう。で一息ついて、キノコ、あれファイヤーで消えるんですか、すげえ。ということはパックンは生かしておくのも悪くないと、そういう感じ。いけー、燃えろ、よーし、ファイヤー、よーし、よし。でパックンにやっていただいて、パックンさんにやっていただいて、そうパックンって呼び捨てにしちゃダメよもうで、あーフラワーがいってしまわれた。取りたい、取れないよな、あのフラワー。ここ入れます。一旦入ってしまって、いやこれヨッシーがいたからこそ入れた空間。え、おおほほほ、なんか出てきた、ちょっと待って、ほはは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 は、あーはい、ここを踏み台にして取れよと。はあなるほど、あーこんな感じで隠れてんのか、いいねで出てくる場所はすぐ近くかな、すぐ近くですね。で、スターコイン1個目かまだ、なんで取りこぼしは今のところなさそうなんで、なんとかいただいて、であれかな、なんかイガクリボーはおそらく試せてないんですけど、あのファイヤーの状態を維持できていれば、食べる、いいぞいいぞ、偉い、いけ、よーし。ファイヤーの状態を維持できていれば、おそらくあのクリボーも倒すことができますよと、そういう感じみたいなんですけど、泡はダメみたいなので、よし。でファイヤー吹いてきているが、待って、キノコいただいて、でイガクリボーめっちゃいるけど上がってくる、ほほ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 。なるほどね、その上がってきたクリボーを足場にしろと、そういう感じみたいなんですかね。ピョン、よーし、でいただいて、さあただ一個どっかに見逃していると、そういう感じみたいなんですけど、もう完全に通り過ぎてどこかわかんない。でやつが強いが泡が最強いやー伊達に30分僕と一緒に1の1を旅しただけじゃなく、やっぱヨッシーは頼りになるなただ後ろを向いてしまうとそのままやられてしまうので気をつけなはれやというところではあるんですけど、いやでも僕にはヨッシーがいるからね。よし食べる、いいぞ、ヒュッ届かなかったけども、なんとか無事残機を失うことなかったっけ、なくだね、ヨッシーがいるっていうことはそういうことなんで、残機を失うことなくゴールと。いやーよかったただスターコインはどこにあったのかよくわかんないけども、まあ、なんとかクリアして、で、ワンナップのミニゲームができそうなので、ミニゲームやっていきましょうか。レッツゴー。
さあ、でっと、まあこれね、いっぱいゲットしろと。いやー、ワンアップのミニゲームいらないけどな、よくよく考えたら。まあいいや、せっかく遊べるんで遊んでいきましょうか。ふっ、取れないよ、取れないよ、取れないよ、取れないんです、取れないんです。そこ外れ、一個も取れないという奇跡。1個取ったが、ボーナスください。うへへ、今年のボーナスはなしですか。あへー、ブブー、なしみたいですね。あらー、くっ、1個に対してクッパがなんか3つぐらい。アイテムゲットできませんでしたね、残念。いや、まあ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 、ヨッシーが生きていればそれでね、なんとかなるんで。さあ、次回はじゃあなんかそこの追いかけっこの間を抜けなきゃならないだろうなっていう感じがするんですけど、次回はそこの攻略からどっち行こうかな。上でも下でも好きなステージに来いよと言わんばかりの配置にはなってるんですけど、やっていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。